そういえばさ、はい、七夕が過ぎましたが、そうですね、7月7日七夕ってなんかお願いしたことある？あるんですけど、本当に面白くないんですけど。あ、じゃあいいです。言わない。いやいや、でもまあ一回だけ、まあみんなの願いが叶いますようにって、まあまあね、うん、言ったことあるんですけど。あとは？私ね、うん、ない。あ、ないんだ。うん、うん、まあ紙に書くよりは普通に叶えていこうかなの気持ちで。素晴らしい。やっぱね、願いというのは自分で叶えるべき。人に頼んでも、ね、でもなんかあの、うん、書くのも大事みたいな言うやん、結構その目標とかさ、夢とかを結構その紙に書いたりとかして、うんうん、こう目に見えるところに置いておくと、うん、こうそこに向かって頑張ることができるみたいな。宣言するみたいな感じね。そうのも聞くから、うん、まあ、お願いをするのもありかなと思ったけど、今年は特に願っていないので、うん、まあ、はい、来年、うんうん、チャンスがあればという感じで。七夕って結構なんかさ、そのいろんなところにこう、うん、何、あの笹、笹、笹という笹がさ、うん、設置されてて、うんうんうん、なんか短冊がいっぱいご自由にどうぞみたいな感じで、そうね、書き、書きなみたいな感じで置いてあるやん、うん、いろんなところに。あれに私も参加したいんですけど、うんうんうん、あのあなたってさ、こう行きたいねって言ってる場所が多すぎて、うん、でそれが消化できるスピードが少ない、なんかこう、うん、頻度がね、機会がね、そうなの、なかなか遠くにお出かけしたりとかっていうのができてないから、うんうん、でも七夕の短冊書きに行くぐらいならできるんかな、うん、そこら辺にあるでしょ、おそらく。過ぎても行けます？ちなみにスタジオになんなら用意してもらって、さあ、笹を、ね、なるほど、うん、じゃあ絵にから笹を用意していただいて、うんうん、ご自由にって、ご自由にで、ライブみんな書くので。あ、確かに、うん、あ、いいんじゃないですか、ね、よろしくお願いします、ね、ぜひあのご検討、笹的なものを、うん、お願いします、ね、よろしくお願いいたします。はい、では早速始めていきましょう、はい、ツアーに向けてノルニス界隈拡大中、うお、ゲストとたっぷりお話しします。みんなからの楽しいお便り待ってます。せーの、ノルニス界隈の話。始まりました、ノルニス界隈の話、はい、パーソナリティはノルニスの犬井とことノルニスの町田千真です。よろしくお願いします。はい、初のツアーに向けてノルニス界隈拡大中、ノルニスとゲストがトークを繰り広げる期間限定のラジオ番組です。はい、様々なコーナーを設けてリスナーからのお便りも大募集、ノルニス界隈の輪を広げていきます。はい、で、今回で4回目の放送なんですが、はい、なんと、はい、番組初のスペシャルゲスト会、スペシャルゲスト、もう、まあ、すごいよ、すごいですね。我々よりスタッフの皆さんが緊張しています。もう大丈夫ですかっていうぐらいすっごいそわそわしてました。開始前もずっと、今もずっとそわそわしてます、ね、ほとんど全員ずっと立ってたもんねキャロ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 、落ち着きがなかったですね果たしてスタッフの緊張は解けるのでしょうか。はい、ということで本日はスペシャルゲストに来ていただいております。やったー、早速お呼びしましょう、はい、本日のゲスト、亀田誠二さんです。こんちは、こんちは、亀田誠二です。来ちゃいました、ようこそお越しくださいましたということで、まずは来てくださっても本当にありがとうございます。ありがとうございます。こっちも楽しみにしてましたよいや、もう我々も楽しみでしたよ、うん、意外とね、会うの結構久しぶりですからね。そうですね、久しぶりですね。去年の10月ぶりですよ、レコーディング以来だ。そうです、そうです、うん、お久しぶりということで、はい、亀田誠二さんにはですね、ノルニスの楽曲トランスペレントブルーの作詞作曲編曲プロデュースをしていただいたのですが、なんと今回のファーストミニアルバムテンセグリティでも収録曲ディープフォレストの作詞作曲編曲プロデュースをしていただいております。全部なんだから、すごいんだから、もう盛りだくさんです。ありがとうございます毎度あり。いや、もうだってそんな2曲も書いていただけるなんて、気持ちすごく光栄なことです。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、ありがとうございます。こっちで僕も本当に、はい、このノルニス界隈にこう入ってきたかったんですよ。本当ですか？入ってきたい気持ちをこう温めながら、いつになったら入れるのか、いつになったら入れるのか。入ってたじゃないですか、前から。前から入ってましたっけ？入ってましたよ、それ。なかなかいつ扉開くなと思ったら。
ついにですよ。だってね、トランスペアレントブルーを書いていただいた時からですよ。もうずっと空いてます。うん、そっか。そうですよ、だってもうライブのタイトルまでトランスペアレントブルーでしたからね。そう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 ありがとうございます。そうですよ。というわけで、うん、まあ、結構お久しぶりなんですけれども、はい、あの実は結構その作家さん方といろんな場面でお話をするときに必ず出るお話があって、はい、呼び方、お名前の、はい、我々普段普通にいつもこう亀田さんってお呼びしてたんですけど、はい、あのだいたいあの他の作家さんたちは変なあだ名がついていくんですけど、そうです。ちなみに今までちょっと変わったあだ名で呼ばれたこととかってあります？あだ名、うん、はい、あだ名は、うん、でも亀ちゃんって呼ばれると心がパーって開きますあ、開くんですね。開く開く。じゃあ亀ちゃんじゃない？今日はもう亀ちゃん呼ばわりして、はい、呼ばわりやめてください。おかしいよ、使い方がおかしいな。亀ちゃん呼ばわりしてくださいよ。亀ちゃん呼びで、はい、いいですか？あ、いいんですか？亀ちゃん呼びで。あ、じゃあ今日から亀ちゃんで、はい、あ、じゃあもう今日からずっと亀ちゃんにしましょう。今日からもうずっと亀ちゃんですよ、はい、もう今日亀ちゃんだったらもうこの先もずっと亀ちゃんですから、はい、亀ちゃんで、はい、じゃあ心を開いていただいて、はい、よかったね、最初にこの話をしといて。亀ちゃん、そうですよ、亀ちゃん。じゃあ亀ちゃんは、はいはい、だんだん癖になるよ、だんだん癖になるから癖になっちゃう。これね、なんか無駄に呼んでしまう可能性が出てきますけれども、呼びやすいしね。いや、そうよ。あの亀ちゃんは、はい、あのディープフォレストも制作してくれたんですが、うん、このディープフォレストなんかちょっと受けてますけど、周りがね、なんか亀ちゃん受けるのやめてもらっていいですか？私真剣に亀ちゃんって呼んでるんだから。これ収録終わった後、うん、僕外出るとスタッフの皆さんも亀ちゃんって言い始めるじゃない多分ね、みんなできないもうみんな多分あの90度のお辞儀をしながら今日はありがとうございましたありがとうございました、亀ちゃんさんどうもありがとうございました、亀ちゃんさん。いや、ちなみにですね、はいはい、あの本当に2日前から緊張しているスタッフがいるんですよ相当緊張してる。なんでですか？あの2日前にあの別件でお会いしたスタッフさんに、あの明後日すごいもう緊張しててって倒れそうじゃない今にも今から緊張しててって言ってさっきのさっきも緊張してましたからだいぶね、あの多分我々が一番あの、ね、うん、何度かねお会いしてるのもあって、うん、ね、うん、一番多分緊張してなかったのが私たちなんですけど、ゆるゆるしてた。そうなんです。なんで多分スタッフさんは亀ちゃんって呼べるかな、呼べないか。今日何亀ちゃん出るか帰り数えてカウントして何亀ちゃんスタッフが出せるかちょっとねカウントしていこうかなと思いますそんな亀ちゃんが、はい、ディープフォレストに込めた思いとか、うん、制作にあたって意識したことがありますかっていう気になる質問が、うん、はい、トランスペアレントブルーがあったじゃないですか。ありますね。でその時にこの、うん、ノルニスのこの歌に触れて、うん、で僕ら一緒にレコーディングしたから、うん、こうもう会話もしたじゃないですか、うん、でそういう風な時間を一緒に過ごした後、うん、このトランスペアレントブルーのその V がミュージックビデオが完成して感動したんですよ、はい、ちょっとうるっときたっていうか、で僕はディープフォレストで、うん、トランスペアレントブルーのなんていうのかな、アンサーソングじゃないけれども、うん、トランスペアレントブルーのこの少女というか女の子がこう街をこう歩いていって信号が変わったりみたいな、うん、そういうなんか生きづらそうにしている彼女を遠くから見守っている人の、それは分かんない、友達なのか仲間なのかちょっとね分かんないんだけど、その人の気持ちになって書いてみて、例えばあの音のない人混みの中で透明な君を見つけたってディープフォレスト、この透明な君っていうのはトランスパレントブルーな君なことだったりするわけですよ、うん、で彼女があのトランスペアレントブルーの女の子がこう街を歩いていて、2番なんだけど、そんな時聞こえてきた歌に心震えたっていうのは、このディープフォレストの人、ディープフォレストのこの主人公が、君に届けこのメロディーって言って、テレパシーじゃないけど送った歌だったりするわけ。思いがじゃあ届いてるんですね。そう、思いが届くっていう、で例えばディープフォレストのその溢れる涙だってっていうのも、このトランスパレントブルーの彼女が流している涙だったり、あとはこのラビリンスのところがあるんだけど、
あの今というラビリンスに名前を刻むのさっていうのはディープフォレストのあのなんかこう世界が崩れていくような瞬間があるじゃないですか、うんうんうん、あの瞬間に大丈夫僕たちは生きていて名前を刻んでるんだよっていうなんかそういうメッセージをいっぱい込めた、うんうん、これがディープフォレストでございます。へー、すごいトランスペレントブルーとつながってるというかリンクしてる部分がいっぱい、ね、後からこうとかっていうよりはもう相互にこう、うん、ね、その時その時にここの歌詞とここの歌詞がリンクしててっていうのがすごいいいな。でも、うん、あのトランスペアレントブルーを作った時は、うん、ディープフォレストの構想は全くなかったんですか、ね、のことは考えてなくて、うんうん、もう みんなと歌をレコーディングして、うん、でミュージックビデオを見た瞬間に、うん、ふつふつとこうこの子を守ってあげたいっていうか、うん、もう一押し背中を押してあげたいっていうふうに思ってできたのがディープフォレストなんです、うんうん、別の情景がまた見えてきてっていうところで、うん、すごいな。ちなみにね、我々あの亀田さんの楽曲を違う亀ちゃんの亀ちゃんのね楽曲をね亀ちゃんの楽曲を歌わせていただくときに、うん、レコーディングのときにですねノルニスのお二人は声に憂いがあるねって言ったそう言われました。これちなみに亀ちゃん以外の方からも言われたことあるんですよ。そうなんです。誰が言ってくれた。ね、篠崎彩人先生が憂いがあるねって、そうちょっと憂いがありますねって言ってくれる時があって、そのこの結構ねトランスペアレントブルーもディープフォレストもこう芯の強さとか前を向いて歩いていきたいとか背中を押すっていうところはありつつも、やっぱどこかしらに憂いが絶対にこう含まれてはいるんだろうなっていうのがあって、こう我々のね歌声の憂いがこの楽曲をね生かされたというか構成する一つに慣れていたらいいねって。とこさんもちまさんもこう憂いの成分であったり、ちょっとこうなんて言うんだろう、こうあのうん、憂いだけじゃないんだよな、うんうん、あのわびさびとかなんて言ったらいいんだろうな、スコーンと突き抜ける部分だけじゃない、うんうん、なんか影の部分、光と影の部分みたいなものがちゃんとあって、それがやっぱりこう作曲家冥利に尽きるっていうか、こう歌ってくれるんじゃないのかなっていうのをこう想像しながら、うん、でここは千葉さんに歌ってもらおう、ここはとこさんに歌ってもらおうとか、うん、で1番はこうだったから2番は入れ替えてみようとか、うん、いろいろね本当にこのハモリのパートとかも考えるのめちゃくちゃ楽しくて、うんうん、なんかね収録しながらハモリ増えたりとかありますもんね。そうそう現場でねここも足しちゃおうみたいな、ね、もちろんおかわりみたいな、ね、よかったから惜しかったおかわりみたいなありましたね。ありましたありました。そうですよ、あのカメちゃんもね収録の時、うん、あの歌詞にね良かったところにこう丸をね力強くつけてくれるんですけど、うん、あの撮り終わって見に行ったらあの丸まみれになっていたのがすごい嬉しくて力強い丸がたくさん筆圧がね、そうですよね、もう鉛筆ポキッと折っちゃったりするからもうもう丸つけすぎて、いやすごいなと思って、いや歌声で言うとですよ、あの実はそのディープフォレストもトランスペアレントブルーもあのお歌をね、そのデータをいただくときに覚える時のために仮歌なるものがあるんですけれども、うん、あります。あの仮歌をですね全部あの亀ちゃんご本人がそうなんです歌ってくれているんですけれども、もう我々の中で ね大好評なんです。もう本当にもう私たちはもうあれもリリースしたいぐらい大好きでみんなに聞かせたい。本当はそうなんです、 あれリリースしたらもう、はい、リスナーの皆さんから金返せ。いやそんなことない、あれはね絶対大人気になっちゃう、もう我々はね結構もうずっと聞いてここ可愛いねそう、あのね本当に子供の歌みたいな、いね、なんかね声がやっぱ結構柔らかくてなんかお日様みたいな感じなんですよ、カメちゃんが歌うと聞いてると、だ我々はね憂いやからそうこちらは憂い担当なんで、やっぱお日様担当していただく、月太陽と月みたいなね。あそうですそ, うその相性がいいんじゃない、カメちゃんとロブリス。どうですか3人で歌ってみるでも僕絶対にその本当に歌上手じゃないんですけど、自分で歌詞書いメロディーも作ってるし自分で歌詞も書いてるので自分で歌っ
った方が絶対伝わるんですよ、うんうん、でそれを、とこさんもちまさんにもこうやって預けて自分の歌い方で歌ってねっていうのを、うん、でお二人とも自分の 歌でこう歌い方で返してきてくれるから、もう二人のその一回データで交換するんですよね、そのスタジオ入る前に。あ、そうですね。二人がキーとかもいろんなことも考えて、うん、こういう感じで歌いましたっていう歌を聞いた瞬間に、あるし亀歌からこんなによくなかった、よし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 、仮歌じゃなくて亀歌だから可愛い新しいネーミングがなるほど、亀歌と呼ぶんですね。亀歌って呼ぶ、亀歌です今度からね、うん、いやそうなんですよ。だから我々は結構一旦そのね、うん、撮ってみる前までのその練習をずっとしてる段階で、うん、亀歌お気に入りポイントを結構2人の間でそう一番好きなところがあってですね、そう我々もう大好評の歌唱がディープフォレストの、コーレスの部分ですね、飛べ飛べの部分がすごく、はい、カメちゃんの、ね、ここも超いい、そう声が活かされていて、僕の声、そうなんですもうここが本当に良くて、可愛さもあって明るさもあってなんかそうそうそうポップなんですよ、いい感じにすごくいいんですよねこれがみんなにも聞かせたい、本当に聞かせたいんですけど、私たちのです、私たちの私たちのちょっと私たちのカメちゃんなんでちょっとすいません。で楽曲のベースもね弾いてくださってるんですけれども、はい、もちろんです、はい、これってこうどういう順番でこうやっていってるんですか、普段こう。普段は、ピアノとか僕ねベース一番最後なんですよ。あ、最後なんですね、はい、仕上げで。もう自分が弾くベースはなんとなくイメージの中で鳴っているので、うんうんうん、あ、もちろんストリングスとか取る前には必ず弾きますけど、うんうんうん、みんなに作曲するときはもうベースはもう一番最後、アレンジの最後の方に持ってくる、でアレンジの一番最後の方にベースを持ってくることによって、やっぱり自分がベースってやっぱ 得意楽器っていうか、一番自分の、うん、亀ちゃんボーカルは可愛いで評判ですけども、亀ちゃんベースは、亀ベースはやっぱり一番自分としてもこう表現が できるので、うん、みんなのいろんな要素をちゃんと分かった上で、歌が入ったり分かった上でこう弾きたいっていうのがあって、あ、最後の方にベースは弾きます。わあ、じゃあなんかセッションしてるみたい。そうそうそう、本当そう、本当、ね、そうです。嬉しいな、うん、ちょっとじゃあ逆に、うん、あ、そうね、亀ちゃんから我々まだ遠慮がありますね、向かい亀ちゃんからハートがついたね、亀ちゃんから、我々になんか聞きたいこととかってあったりとかしますか？あー、いろいろ聞きたいけど、よくさ、例えば、はい、とこさん、はい、超朝早い生配信とかするじゃないですかしますね。あれは、はい、朝早起きなんですか？朝早起きなんです早起き、朝早起きで準備してからやっております。すごいよね。でもう配信を終えたら、うん、お給仕に向かい、うん、あとはまあ収録に向かったりする日もあるんですけど、うん、そうなんです。収録の日とかは基本的に歌を歌う日はもう何時間前には起きるっていうのを決めてて、うんルーティンなんだね。そう、うん、歌を歌い始めるよりはもう何時間前には絶対に起きるっていうのは決まってるので、それがもう朝配信の時間とかに合致してると、配信でおしゃべりした後にじゃあ行ってきますって言って、あったまってる、あったまってますだからもう喉開いた状態でおはようございますって言って喉が完全に起きた状態でね、そうそう、起きた状態でカメちゃんおはようって言って入っていく。志村さんはそういうなんかルーティンってあるんですか？ルーティーン、あ、歌う前のルーティーンですか？歌う前っていうか、うん、一日の。そうですね、松田も歌う4時間前には絶対に起きていたいので、うん、それは意識してて。そうだな、あとはおすすめの飴があるんですけど戦うマヌカハニーっていう、出てくるぞ戦うマヌカハニー、これ強そうじゃないもんでも味はね優しいんですよね。そうそうそう、結構甘いけど喉にも良くて、うん、すごい。これちょっと僕も愛用しようかなぜひぜひ何のために愛用するんだろう僕の
言えば亀歌のためにね。大切です。ほがらかな亀歌のためには、あの喉を守っていただかなきゃ。そうですよ、うん、プロポリス配合。週刊あなた界隈。このコーナーではリスナーの皆さんの周辺、つまりあなた界隈で起きたことなどを送ってもらいます。ノリニス界隈やゲスト界隈への質問など何でも OK の自由なお便りコーナーです。はい、つまりふつおたでございます。はい、ふつおたということで、はい、亀田さん、あ、亀ちゃんへのお便りもこのコーナーに来ていますので紹介していければと思います。なんでちょっとセクシーなの。はい、よろしくお願いします。はい、ということで読んでいこうと思います。はい、界隈ネームまや太郎さん、ノルニスのお二人、ゲストの亀ちゃん、こんばんは。これまで数多くのアーティストの楽曲に関わった亀ちゃんが、自分が手掛けた中でもしノルニスがカバーするとしたらどのような曲を選ばれるでしょうか。ぜひ聴いてみたいです。これからもノルニスと亀ちゃんのご活躍を楽しみにしています。ありがとうございました。すごいね、お便りも亀ちゃんに。お便りがもう亀ちゃんにこう、ね、お便りも全部亀ちゃんにアップデートされてたね。じゃあもういよいよスタッフさんも亀ちゃんって呼ぶしかなくなってきちゃうよね。もうお便りが亀ちゃんだからね、うん、呼んでもらわなきゃというわけで、はい、ノルニスが僕が手掛けた曲をカバー、うんうん、カバーするなら、はい、憂いのノルニスが、ちょっと亀ちゃんのキラキラした世界を歌うとどうなるかな、どうなるかな。例えば、はい、僕でなんか僕が作ったメロディーがいい、あの僕ってほらアーティストさんが作った楽曲をプロデュースすることももうたくさんあるので、うん、でもノルニスの場合はもしかしたら僕が作った曲がいいかなとも思ったりして、うんうん、東京事変っていうバンドがあるんですけど、はい、それの閃光少女っていう曲がありますが、お似合いかと。お洋服みたい。お似合いかと。こちらの、これいけますよ。こちらの楽曲がお似合いかと。お似合いかと。もしくはお似合いですよってこう言っちゃうっていう。あ、お似合いですよ。お似合ってますよって。お似合ってますよ。ぜひね、じゃあ我々、ね、今後なんかおすすめしていただいたからどこかしらで歌いたいですよね。多分ね、あの、はい、歌い分けたりとかしてもいいと思うし、うんうん、それこそ、うん、さっき言ったこのアンサーソングじゃないけど、うんうん、トランスペアレントブルーとかいろんなところでなんか僕が、あの閃光少女は歌詞は椎名林檎さんが書いてるんですけれど、うん、あの僕の描こうとしているこうピュアな、うん、なんかピュアだったりこう一生懸命生きているとか生きづらかったりして生きているそういう人たちのなんか閃光少女もそういうあの少女が自分のなんていうのかな人生に迷いながら生きていくけどこうもう一人の自分を見つけるみたいなところなんです。いつもねほとんど僕が言いたいことって自分の中にもう一人の自分がいるから大丈夫だよっていうのをもう今までなんか何千曲にそれをなんかぶち込んできてる感じなんだけど、うん、それをカバーでやると、うん、ノルニスがカバーするとこれはいいと思うよ。お似合いですよ。お似合いですか。いやちょっとカバー曲を選んでもらえることなんてないよ。すごくありがたい。すごいんだからね、あなたたち。すごいんだから。こんなことめったにありません。ざわついております。そこでうなずいてる。周りもざわついております。あ、もう俺お辞儀してる、はい、お辞儀してる。周りのスタッフさんたちがですね、あのもうペコ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 もううちのノルニスに選んでいただいてどうもありがとうございます。ペコ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 。こんなスタッフさんなかなか見れないから面白い。考えていただいて、あーってなってもう全員今ねものすごい集中している、うん、あの実は普段は結構あの皆さんこう付き添ってくれつつも、うん、ちょっとねやっぱあのお忙しいスタッフさんも多いですから、うん、あのなんやかんやですね、あの別のことしてたりとかたまにはたまにはあるんですけど、あの今日はですね、あの動物園ぐらいみんなこっちを見ているありえないぐらいみんなこっちを見ているということでね、動物園っていうのやめて、ね、動物園のこのね柵の中というか水族館のあのこっちね、あ、そうですそうです、我々は今日魚みたいなもんです、うん、だからいやでも本当にそんなだってね直々に、うん、
これをカバーしたら似合うんじゃないかってなかなか自分たちでもなんかそのはってじゃあなんかカバーしたりとか歌ってみたりしたいけど、うん、何が合うんだろう自分たちにはっていうのってずっと結構難しいなってずっと思ってはいて、うんうん、憂いがあるからね憂いがあるから憂いがあるからそう憂いがあるからそうカメちゃん聞いて、はい、憂いがカメちゃん私たち憂いがあるから、うんあの明るい曲がね、はい、あのとびきり明るい曲がねやっぱ憂いがこもっちゃうのよ、はい、でそのとびきり明るい曲先行少女はとびきり多分明るい部類に入ると思うんだけど、うん、歌詞の持っている世界と、うん、その憂いがなんか合体して寝る曲は明るいんだけどこれね僕あの東京事変でいつも曲書くときに、うんうん、僕が書くと大抵僕の書いてる曲って割とこうキラッとしてる感じが多いんだけど、うんうんうん、そこにリンゴさんの歌詞と事変の演奏とリンゴさんの歌が乗ると、うん、憂いがここでは生まれてくるのよ憂いというか、まあ、あの世界観が、うん、になるっていうことを考えると、うん、絶対うまくいくじゃあ我々の憂いがいい方向に作用するということで、うんうんいや本当にねいつもね明るい曲歌うときにね、うん、そういつも苦戦しているのであの明るい曲って歌うんですか、うん、たまに歌うんですけど楽曲でもあるので、うん、基本的に、うん、もう少し明るくって言われる言われちゃうこちらは明るくしているつもりでももう少しトーンをそう口角上げてもう少し楽しそうにみたいなもう少しもう少し嬉しそうなみたいな感じのやはりディレクションをねいただいちゃうんですけど最終的にねあのすんごいニコニコしながら歌うっていうねまずはね口角上げて歌ってみようかみたいなそうですそうですじゃあねこの次のお便りがこれうちの界隈だけにならないかどうかをまたねお話ししていこうと思うんですけれども、はい界隈ネーム少年エスパーさんからです、はいノルニスのお二人ゲストのカメちゃんこんにちはこんにちは、カメちゃんに質問です、たくさんのアーティストの方々とお仕事をご一緒されているカメちゃんですが、あれはユニークだったなというボーカリストのルーティーンはございますでしょうか、うん、またノルニスのお二人は歌う前にどのようなルーティーンを行いますか今後も皆さんのご活躍を楽しみにしていますということでおなんかさっきからの話とそうなんです繋がりましたねさっき若干ルーティーンの話がうっすらと出たんですけど、うん、いましたか今まで何て言うんだろうこう喉を、うん滑らかにこうしておきたいっていうので、うんうんうん、油分を求めるんですねこれノルニス界隈もノルニス界隈はねあのレコーディング前どちらも何も食べないです何も食べないです何も食べない何も食べないそれ何こう空腹にしてストイックストイック歌い終わったらむしゃーみたいなそれもないないないだなあの何も食べずに水だけ飲んで歌い終わってそそくさと帰っていくそうのがノルニス界隈なんですけど油って何で摂取してるんですかねみんないろいろこれねいろんな方いらっしゃいます、うんうん、で一番多いのが、僕の周りでは唐揚げ、うんうん、あ唐揚げねいらっしゃいますよね、はい、唐揚げ唐揚げのあの油分でちょっと喉がぬるつるっとこう潤って、うんうんうん、その間にこう いい抵抗を取ろうあバフがかかっている間にそう今だでも調子に乗ってほらスタッフさんに乗って、はい、そういい歌少しでもいい歌を取ってもらおうと思って唐揚げ買ってきすぎるんですよでその唐揚げ結局歌わないカメちゃんが食ってるっていう状態でカメちゃんのおやつにカメちゃんのおやつもぐもぐタイムが唐揚げになってあでもノルニスの収録の時カメちゃんチョコレート食べてませんでした当たりそうですよねカメちゃんチョコレート食べてましたね僕ねお菓子も食べますお菓子も食べるお菓子食べちゃうもうチョコレートを、うん、あの一緒にレコーディングするスタジオこれなんていうのなんかでっかい瓶にね瓶ジャーの中にチョコレートがいっぱい、ねうんうん、詰め合わせで入っていてそれもずっと食べてるよね俺あれ空にしたことありますからワンセット、すごい何時間ぐらい2時間ぐらい2時間ですあのでっかさんみんなすごい大きいからねあの油断しないであのみんなが思っているよりものすごくこんな瓶じゃないよね、うんうん、ものすごく大きな、うん、全然あの植物何本か育っちゃうぐらいの結構な大きさよ、うん、あのちょっとした鉢植えより全然大きいよそこにチョコレートいっぱい入ってるんだけどちっちゃいのね、あのね
あれをパリパリ小包装のね、ちっちゃいやつが。で、あの好きなさ、好きなタイプのミルクチョコレートとかクランチタイプが来るともう嬉しくて。嬉しい。当たった。なんで全部好きなタイプにしないんだ。みたいな。おみくじ当てた分だけいい歌歌えよ、歌ってみたいな。願いランダムでダムチョコレート引き当てて。フォーチューンチョコレートみたいな感じだ。これ今いいチョコレート来たからいいテイクが来るんじゃないかみたいな。そんなチョコ次第だ。亀ちゃんのチョコレートと我々の、ね、テイクの運はつながっているかもしれないということで。まあでもさっき、千葉さんにもらったマヌカハニー行く人も多い、うんうん、あとルイボスティー、うん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 、お茶喉温める、うんうん、あとはねオリーブオイルを一時飲むのが流行ったね。オリーブそのまま直に。えどのぐらい飲むんですか。あ、ちょびっとちょびっと、ちょびっと、うん、で遠くから見てるとスタジオで、はいね、今まですごい真面目だったそのボーカリストアーティストの子がえワインかなんか飲んでんのかな急に変わったなんか何か変わったみたいな。ワインだったら話が変わってきますねオリーブオイル飲まれる方、うん、一時期、ねうん、何人かそういう方あブームがあじゃあオリーブオイル界隈がそう界隈が生まれるんじゃない。やっぱりあのアーティストさん同士でこうつながっててなんかあれいいよみたいな、うん、オリーブちょっと一口飲んでから歌ったら調子よかったよみたいなのでこう拡散するんじゃないですかね。やってみようみたいな、うん、やってみようみたいな。どうです、やってみたくなりました。最近はいらっしゃいます、ちなみにオリーブは今下火ですね。オリーブ下火だオリーブブームもう過ぎちゃった、はい、あオリーブ界隈はちょっと縮小して、はい、唐揚げは相変わらず強いです。いや唐揚げは確かにね、あの最近ほらコンビニとかでも、うん、唐揚げ棒とか、うん、あのフライドチキンとか結構売ってるじゃないですか、うん、いろんなところで。だから割とね、うん、我々の周りでもあの油物を摂取して、うん、揚げ物を食べて挑むっていう人は結構いるんですけど、うん、やっぱり油がこういい感じなんですね、うん、なんで唐揚げもいろいろあるんですよ。これあまりにもこうカラッと揚がったクリスピーなやつだと、うんうん、ちょっとこうあれであの時間ちょっと時間経ってちょっとしなっとちょっとギトめのやつ、ギトってやつちょっとギトっぽいやつ、うん、あのその唐揚げ僕もなんて亀ちゃん用も買ってきてくれるんで食べるじゃなくて、うんうん、食べてこう歌詞カードにあの加工、まあ、するとあ油の跡がし油が飛んでるっていう、ね、なるほどね。そのぐらいの油がある唐揚げの方がやっぱ、はい、よろしいようで、うん、あ実際唐揚げってそう事前に食べたことないんですけど持続力ってどのくらい続くんですか。どうでしょうね、追加すればまた継続していくのかね、うん、でもどん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 同じこと繰り返してたらもうお腹いっぱいで歌えなくなりそうだけど。それはありますね、満腹はまずいですね。それはそれでね、あとだんだんもう鳥になってきちゃいましたね、食べ食べすぎるとね眠たくもなって、ね、鶏肉の取りすぎで、うん、自分自身が鳥になるという、鳥もうちょっと鳥が多すぎても何が何だかわからない鶏肉の取りすぎで自分が鳥になっちゃうのそうなの、なんかすごいねいや確かに。でも食べるのルーティンは、うん、ちなみに先日はですねあの、はい、ピザに出会いました。あピザ、ピザの直前に、はい、あのチーズの油分で喉をコーティングするという人に、はい、先日、でも結局あの1ピースだけ食べるのであの残りは周りの人が食べるで多分その時のもしかすると、うん、あの歌詞カードはちょっと油だったかもしれない。油飛ぶね、うん、はい、やっぱピザね手でいきますから、うん、多分全体的にちょっとぎっとりしてるかもしれないその時ね私はちょっと食べなかったので、うん、油の摂取ね、うん、ちょっと今ここに来て、うん、ノルニスがオリーブオイル界隈をあ復活復活させていくというのは、オリーブオイルって単体でってどんな味なの。味とかないか。美味しい、俺大好きですよ。あ美味しい、チーズとかパンとか僕パンオリーブご飯食べちゃってそのままだと今食べる体勢入ってましたなんかご飯食べようとしてるあのもうバゲットとかフランスパンをオリーブオイルとかも最高、お塩とか混ぜたやつ、ね、うん、最高最高、それは美味しい、それは美味しいけど、うん、えオリーブ単体で飲んだことは、あオリーブ単体は飲まないですねそうですよね、はい、はしご外されました、ファミちゃんにはしご外されましたけどじゃあ今度3人で飲もう、あ、オッケーオッケー、オリーブ一杯ぐらいオリーブ飲みましょう、3人で飲もうよオリーブオイルそろってそれで
もしかしたらすっごいいいテイクが出るかもしれないから、そうしましょう、乾杯乾杯って。楽しそう。オリーブオイルパーティーだね。チョコレート入れてるぐらいのサイズで。あれで飲みましょう。無理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 でかいって。グビ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 。そんな飲めないって。ね、飲んでいきましょう。はい。ないじゃないけど。はい、以上、週刊あなた界隈でした。はい。ということで、本当にあっという間なんですけど、お時間が来てしまいました。やだ。まだ聞きたいよね。まだ話したいよね。まだ話したいことがたくさんあるのに、どうして。でももう終わりなの。ひどい。亀ちゃんは我々とお話ししてどうでした。楽しかった。楽しかった。亀ちゃんも楽しかった。今日亀ちゃん記念日だから、ね、あ、今日記念日だから亀ちゃん爆誕。生まれた亀ちゃん。生まれました今日。今日からめちゃくちゃ亀ちゃんって呼ぶ人増えるんじゃないですか。増えてほしい、ね、増えてほしい。じゃあちょっと皆さんもね、あ、皆さんもいいんですか。もちろんもちろん。誰に呼ばれても、はい、亀ちゃんって呼んでください。じゃあもう皆さんもね、はい、あの亀ちゃんって呼んでいただいてね。スタッフさんもそうですよ。だからスタッフさんたちも今日はあの見送るとき、亀ちゃん今日はありがとうございました。声揃えてね。亀ちゃん今日はありがとうございました。幼稚園みたいな。亀ちゃん今日もありがとうございましたって皆さんに言っていただいて、もう今ねスタッフさんは内心ドキドキヒヤ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 だと思いますけど。はい、楽しかったな。でも、うん、ね、またぜひ呼んでくださいよ。界隈、本当ですか。界隈に、はい、界隈。いや本当にぜひぜひ我々の界隈にまた来てください。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、改めて本日のゲスト、亀田誠二さんこと亀ちゃんでした。逆かも。いや、ちょっと一回やり直させてくださいね。改めて本日のゲスト、亀ちゃんこと亀田誠二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ今回も、はい、あっという間やったね。本当に怒涛やったね。ねえ、亀ちゃんワールドが亀ちゃん広がっておりましたけれども、寂しいよ。いや、きっとまた会えると思う、うん、そうだね、うん、きっとね、うん、亀ちゃん界隈にノルニスがノルニス界隈にも亀ちゃん界隈が、あ、融合汚しちゃった今。というわけで、はい、ノルニスは、今年9月に横浜、大阪、仙台の3都市を巡る、うん、ノルニスライブツアーテンセグリティを開催します。はい、チケットの総合ファンクラブ先行抽選受付が本日から開始いたしました。締め切りは7月24日水曜日でございます。はい、皆さんのお申し込みお待ちしております。待ってます。そしてテレビアニメ下の階にはミオがいるのエンディングテーマを我々ノルニスが担当させていただいております。はい、毎週水曜日25時25分からフジテレビ B8 ステーションにて現在放送中となっております。各配信プラットフォームでもご覧になれますのでぜひチェックしてみてください。はい、放送配信については詳しくは、下の階にはミオがいるの公式サイトをご確認ください。そして楽曲名は夜が明けるまでとなっておりまして、こちらも各種プラットフォームにてデジタル配信中です。またノルニス公式チャンネルにてミュージックビデオも公開中ですので、そちらも合わせてチェックしてみてください。はい、そして来週のノルニス界隈の話はゲストに樋口楓さんをお迎えします。やったー。こちらは7月17日水曜日22時公開ですのでお楽しみに。いつもとね時間がちょっと違ってますので皆さんお気をつけください。はい、というわけで今日は亀ちゃん会でしたけど、はい、何歌いましょう。まあ、亀ちゃん会つうことはよ、亀ちゃんに書いていただいたわ。では本日の放送はこの曲でお別れとなります。はい、それではお聴きください。トランスペアレントブルー。震える指を隠していつも誰かと比べていた。優越の存を守って冷凍や焦燥を否定して心きたりになった。そんな時雲の隙間に青空が見えたんだ。私の未来無限透明、誰にも染められない。たどり着く先はわからないけど
からない孤独のリミッター、そしてソーシャルな仮面かぶって空気だけで繋がっていた。そんな時聞こえてきた歌に心震えた。ありがとうございました。バイバーイ。